楕円についての第1回テキストのページです。放物線が直線と直線上にない点それからの距離が等しい点の軌跡として捉えることができるということを学びましたがそれと同じような形で捉えられる曲線として楕円と双曲線があります楕円の場合は焦点と順線ではなくて2つの焦点という形で捉えるのが最も感銘なんですね 楕円に関しても焦点と順線という考え方で捉えることができるということをやがて学びますがとりあえずは2行目平面上に異なる2点 FF' が与えられた時に点 F と点 F' からの距離の和が一定であるそういう点の軌跡を FF' を焦点とする楕円というふうに言うわけです。 右上の図のように、二つの点 FF' に釘を打って、で、そこに糸を、まあ、緩んで貼るわけですね。緩みを持った糸を貼る。そして、その緩みを持った糸がピンと貼るように、筆記具をつけて、で、線をぐるっと一周させてやる。で、そうすると、PF と PF' って、 これはまあ紐の長さですから、伸び縮みのない紐だとすると、PF と PF' の和が一定になるわけですね。でこういうふうにして楕円を描くことができるというわけです。で、えー、実際にこのような条件を満足する点 P の軌跡である楕円。これは方程式としてはどのような形で表されるか。これが私たちの次の関心ですね。5行目。 まず、A は0より大の正の数。そして C が A よりも小さい正の数として、楕円の焦点の座標をプラスマイナス C0 と置きましょうと。つまり、2つの焦点が X 軸上原点に関して対象な位置にある。こういう風に仮定いたします。そして、2点 FF' からの距離の和が 2A という条件を考えるわけですね。この時に、 F と F' からの距離の和、これが 2A であるわけですが、この時に A が C よりも大きいという条件がないと、楕円を描くことができないわけですね。F と F' の距離だけで 2C あるわけですから、この FF' の距離である 2C よりも、2つの焦点からの距離の和、つまりこの 2A、 が大きくなかったら、糸に緩みが全然できないわけですね。わかりますかですから、当然、2a は 2c より大事じゃなきゃいけない。したがって、a は c よりも大きい。これが条件だということです。5行目の条件。これは、楕円を定義することができるための条件だ。そういうことです。さて、この時に、8行目。点 p の座標 xy と置いて、 楕円の条件9行目 PF PF プラスダッシュイコールこの条件を xy の式で表現すると11行目のように書くことができるわけですね。11行目九9行目とは全く同じ式です。11行目の式の左辺に平方根が2つ含まれていますのでそのうちの1つを右辺に移行してやります。そして13行目の式が出るわけですね。 12行目で書いてあるように左辺の第1項を右辺に移行するというふうにしています。もちろん左辺の第2項を右辺に移行しても似たようなもんなんですね。どうしてこのような変形をしたかっていうと、この13行目の式を両辺を平方すると16、5行目の式が出るわけですが、左辺の平方根がなくなりましたね。で、こういうふうにして、一つだけ平方根を残した式を作ることによって両辺を自乗する。 でそうすると、平方根記号が外れた式ができるわけですで。15行目の式を見ますと、まだ右辺の方に平方根が含まれています。そこで、この15行目の式の右辺の平方根が含まれている項、それを左辺に移行して、残りを全部右辺に移行して、整理してやります。でこの計算は少しめんどくさい計算でありますけど、 15行目の式の両辺、えー、展開して出てくる X の事情とか C の事情とか Y の事情というのは消し合いますのでそのことに考慮して計算を進めると16行目のようになるわけです。で、平方根記号が左辺に現れているだけですからここでまた両辺を事情することによって左辺の平方根記号を取ってやります。左辺は A 事情倍の括弧、えー、開いて 中括弧開いて中括弧の中身が括弧 X-C、括弧閉じるの上プラス Y の上そして中括弧閉じるとんな形になるわけですね右辺の方も同じようにして展開していますそういう風うにすることによって出てきた式を整理してやる そうすると、18行目のようになります。ここのところ、若干式変形が飛ばされてますので、え皆さんはゆっくりと補ってもらいたいわけですで。この18行目の式でありますが、これが実は11行目の式。これを変形することによって出てきたわけでありますが、この変形は、実は見かけ上は、 11行目が成り立つならば13行目が成り立つ。13行目が成り立つならば15行目が成り立つ。15行目が成り立つならば16行目が成り立つ。16行目が成り立つならば18行目が成り立つ。こういう風にして、上から下へと流れる一方通行の変形のように見えますが、実は13行目から11行目、あるいは15行目から13行目、あるいはまた、 あこれは簡単なことやつが16行目から15行目。そして、えー、18行目から16行目と。逆に戻るという変形ができるということ。これが確かめられるわけです。これはですね、本当は難しいことですので、大、えー、円について最初に学ぶときはあまりまあ気にしなくても良いのです。けれども、まあ皆さんのために一言言っておくと、例えば、えー、13行目。 この式の両辺を自乗するという変形をして15行目を導く。こういうふうに変形すると一般に同値変形にならないわけですね。13行目と15行目、これが同値になるためには15行目の式の他に13行目の式の右辺が0以上という条件を連立しないと本当はいけないわけです。 形式的にはそうなんですね。同じように、16行目から両辺を次乗して18行目と、この式を導くためには、16行目の式の右辺である A 次乗マイナス x が0以上っていう条件を連立しないといけないわけです。この条件を連立しなくて済むと言いますのは、実は18行目の結果まで出てくると、この式から この式を18行目の式を見ると、この式の中に13行目の式の右辺が0以上、あるいは16行目の式の右辺が0以上という条件が含まれていますので、結果として13行目と18行目は同値であるということが言えるということなんです。以上は勉強に余裕のある人のためのコメントでありますので、また最初に勉強しただけ。 いいいう人は無視しててただいて結構です18行目の式が出てきた時に両辺を A C ×A 乗乗乗 -C のこれで割ってやるとちょっときれいな式になるわけですね。でそのきれいな式がきれいであるということが理解できるためにまあ行きがけの打診みたいなものなんですが19行目 A 乗 -C 乗の平方根を small b こういうふうに置いてやります。 で、こういうふうに置いてやると、18行目の式が20行目のように書くことができる。ちょっと短くなりますね。で、そこで、18行目の式の両辺を A 字上マイナス1乗かける A の字上で割る。というふうに言う代わりに、20行目の式の両辺を A 字上 B 字上で割る。こういうふうにより短く書くことができるわけですね。で、そうすると、その式が丸1式、22行目。この式になる。ということなんです。 で、この、XY の方程式のことを、楕円の方程式の標準形というふうに呼びます。この標準形という方程式がどういうふうにして出てきたか、もう一度きちっと復習しましょう。まず、焦点 FF' というのを考えました。FF' の座標を5行目、6行目のように与えたわけです。ここで、プラスマイナス C0。これが焦点の座標でした。そして、2焦点からの距離の和、 それを 2a と置いているわけです。で、途中で私たちは19行目のように small b というのを定義しました。で、そのことによって22行目の丸1式が出たわけですね。と、この焦点の座標っていうのを最初にプラスマイナス c0 と置きながら22行目の丸1式では c が現れていません。 あ、せっかく、楕円の方程式の標準形を出したのに、焦点の座標がもう見えなくなっちゃってるな、というのが残念なんですが、実は、焦点の座標も簡単にわかるわけです。というのは、19行目のように、small b を置いたわけですね。ということは、この19行目の式、a 字マイナス c 字の平方根イコール b、両辺を自乗して a 乗、a 字マイナス c 字イコール b 自乗。で、 ちょっと移行してやると C の事情は A の事情マイナス B の事情に等しい。こういうことが言えます。で、C が正であるということを考慮するとテキスト丸 ② ページの8行目のように C イコール平方根、平方根の中身が A 次乗マイナス B 次乗。こういうふうにわかるわけです。言い換えればテキスト0ページの22行目にある標準形。これがわかると この A と B を用いてテキスト丸2ページの8行目のように small c を定めるとプラスマイナス c0 という点が焦点である。でこれを書き換えたのが丸2ページの10行目のことですね。でこの丸2ページの10行目のように実はテキスト丸1ページの22行目の標準形これが分かっていれば2焦点の座標も わかるわけですね。そして、二焦点からの距離の和は、2A として出るわけであります。ところで、テキスト一ページの22行目の一式の良さは、この形で書いておくと、楕円と X 軸 Y 軸との交点の座標がさっとわかるということなんですね。どうしてか。例えば、X 軸との交点はどうなるか。X 軸というのは、Y イコールゼロ という方程式で表されるわけですで。y イコール0という x 軸の方程式と22行目のマルチ式連立してやると、a 字乗分の x の字をイコール1。a 字乗分の x 字をイコール1ということは x 字イコール a の字を。ということは x イコールプラスマイナス a。でつまり、x 軸と楕円との交点の x 座標はプラスマイナス a である。こういうふうにわかります。同様に y 軸との交点。 y 軸は x イコール0ロという方程式が表されます。丸1式、標準形に x イコール0を代入する。y イコールプラスマイナス b これがわかります。で、これをまとめたのがテキスト丸2ページの1行目から4行目に書いてあることであって、この楕円と x 軸 y 軸との交点は a, a', b, b' ってここ書いてますが、その座標が small a 0スモールマイナス a 0スモール0スモール b 0スモールマイナス b というわけであります、ね、そして、えー、楕円はあ直線 AA' ダッシュあるいは直線 BB' ダッシュに関して対象になっている。えー、X 軸に関しても y 軸ににに関関ししてててもも Y 対象になっているでその対象性はどうして分かるかというとテキスト一ページの22行目の式 Y の代わりにマイナス Y を入れても元の式と変わらない X のところにマイナス X を代入しても元の式と変わらない。ということはこの 標準形で表される曲線が X 軸に関しても Y 軸に関しても対象であるということを意味しているということです。そこで、この楕円の対象軸である AA'BB' っていう二つの線分のことを楕円のまあ長軸、短軸、そういうふうに呼ぶわけです。スモール A はスモール B よりも必ず大きいんですね。スモール A がスモール B より大きいということは テキスト丸一ページの19行目の関係から直ちにわかるわけです。small b は a 字上 -c 字上の平方根がありますから、必ず small b は a よりも小さい正の数になるわけですね。したがって、テキスト丸二ページの5行目、6行目にあるように、線分 aa' ダッシュ線分 bb' ダッシュその長さを比べると aa' ダッシュの方が bb' ダッシュよりも長い。 bb' の方は a' で短いというわけで、それぞれ長軸、短軸というふうに言うわけですね。で、長軸と短軸との交点である、この場合は原点になりますが、それを楕円の中心というわけですね。楕円の焦点の座標も先ほど言ったように方程式から直ちにわかるということです。で、こういった事柄を頭の中できちっと整理しておくと、11行目以降の例も簡単にわかりますね。焦点40-40 から、距離の和が10である。という点の軌跡はどうなるか。small a に相当するものが10を2で割って、5になります。で、small b の、に相当するもの。b の事情が a の事情マイナス c の事情であるわけですね。c が4に相当します。で、ですから、5の事情マイナス4の事情。ということで,で、be の事情イコール9。こういうふうに分かる。で、こういうふうにして、楕円の方程式14行目、a、がやれる。 このようなことで、えー、これを簡単な練習としてですね、16行目にある問い、えー、これもすぐにできるはずですからやってみてください。ところで、私たちは今、楕円の焦点 FF' が X 軸上にある場合を考えましたけれども、実は焦点が Y 軸上にある場合もほとんど同様にしてできるということです。 テキスト丸二ページの18行目以降がその解説であります。18行目では B という数よりも C が小さい。こういうふうに話をスタートして2点間の距離が19行目の最後にあるように 2B っていうふうにやってるんですが、私たちこれページ、A、の関係でですね、こ短く書くたびにこういうふうにしておりますが、丸一ページのように 一ページ6行目にあるように2焦点からの距離が 2A というふうに議論を組み立てるというふうに考える方が分かりやすいかもしれません。ここで二、えー、ページの19行目2点 FF' それぞれ Y 軸上の点 0c と 0−e そこからの距離の和が 2A であるそういう点の軌跡その楕円の方程式を求めようと思えば 21行目に相当する式は、まさに、丸一ページの19行目の式になるわけですね。で、そういうふうにしていくと、結局、丸一ページの22行目で得た式の X と Y、役割が変わってるだけですから、この丸一ページの22行目の丸一式において、X と Y を入れ替えた方程式。すなわち、A 字上分の X の事情じゃなくて、A 字上分の Y の事情 プラス B 乗分の X の X こういう方程式が出てくるはずなんですね。つまり、私たちがあ、X 軸と Y 軸の役割を反対にしてやりますから、出てきた方程式も X と Y が入れ替わった。そういう方程式になるに決まってるわけです。でもそうするとですね、テキスト1ページの22行目の式と形が異なってしまいます。そこで、 A と B も入れ替えてやろうと,と思うわけですね。どういうことかというと、テキスト丸二ページ。2焦点 FF' からの距離の和が 2B であるとして。で、この C と B に対して21行目のように A を定める。こういうふうにすると、ちょうど A と B の役割も逆転させたことになりますから、丸一ページの X、Y、A と B、それをそれぞれ Y と X、B と A って置き換えてやると、 丸2ページの22行目の式が出るというわけです。見かけ上は全く丸一式と同じですね。丸一ページの丸1式と同じ。こういう方が便利だと。と違うのは何かというと、テキスト丸一ページでは small a が small b より大きかった。それに対してテキスト丸2ページの方では small b の方が small a よりも大きい。こういうふうになっているということです。 ま、しかし、X 軸上に焦点がある場合と Y 軸上に焦点がある場合、そ本質的に同じでありますから、片方が分かっていれば、もう片方も分かるということです。テキスト丸ページ、えー、ですね。最初の例。で、これは、X の上の下に来る分母。えー、X 乗の下に来るのは1。Y 上の下に来てるのは5ですねで。5が1よりも大きいわけでありますから、こういう、この方程式の表す楕円は、 焦点が Y 軸上にあるとということですでそういうことを総合的に勉強するのが3行目以下の問いでありますね。えー、カッ2番においては右辺が1になるように変形するということがポイントです。こういうわけで以上をまとめますと一般に楕円は5行目のようにな方程式で表されるわけですが small a b の大小関係によらずこれが楕円であるわけでありますが、X、普通の意味での xy 平面 つまり右側に x 軸、その縦に y 軸が伸びるような普通の xy 平面では7行目、small a が small b より大きいときには横長の楕円。反対に8行目、small a が small b より小さいときには縦長の楕円になるというわけです。そしてこの方程式の持っている美しさの一つは、実は small a と small b が等しいときはどうなるのかということでありますが、5行目の式で small b に small a を代入してやります。そして両辺に a の次乗をかけてやります。そうすると5行目の式は x の次乗プラス y の次乗イコール a の次乗っていうふうになるわけですね。すなわちこれは原点を中心とする半径が a の円を表しているわけです。すなわち円は楕円の特別な場合に過ぎない。楕円の二焦点がつつつつとこうくっついて接近してきてる とうとう一致してしまった場合、それが円なんだということです。11行目以降の例題は、楕円の持ってる幾何学的な性質、それを理解していれば一瞬にして解けるという問題ですね。なかなか難しい問題なんですが、楕円のことが分かっていれば簡単に解ける。とても楽しい問題ですね。XY 平面上である円が与えられてる。円 C1 というのが与えられる。 それから円 c 2というのが与えられている。円 c 2は円 c 1の中にすっぽりと含まれる。そういう円である。そういう二円が与えられている場合について、大きい円 C1 に内接し、小さい方の円 C2 に外接する点 P の中心、その軌跡を求めなさい。まあそういう問題なんですね。で、この問題を解くのにどうすればいいかと。 15行目以下の回でありますね。条件を満足する中心 P。えー、中,中心を P とする円の半径。それを small R としてやりますと、円 c 1の中心であるところの largeA と点 P との距離は、えー点、P を中心とする円が円 c 1に内接するということから、A と P との距離は、 A を中心とする円,円 C1 の半径である5から P を中心とする円の半径である R を引いたもの5マイナス R である。で他方点 P を中心とする円が円 c 2に外接するということから円 c 2の中心 B と点 P との距離は円 c 2の半径である1と、えー、P を中心とする円の半径 R との和である。 ということですね。と、丸1と丸2から2つの距離の和を計算すると、マイナス r とプラス r が消し合って、ただの6という定数になるわけです。です。なわち22行目点 p は2点 ab からの距離の和が6であるということになるわけですね。2点 ab からの距離の和が6である点の軌跡は楕円になるわけですね。 したがって、この点 p はこの楕円の上にあるんだと、ということが言えるということですで。この楕円の方程式を実際に出してごらんなさい。これが二十四行目の問いです。